マーティン・マリガンマーティン・マリガンは、オーストラリアマリックビル出身の男子テニス選手。1962年のウィンブルドン選手権、男子シングルス準優勝者。1970年の全日本テニス選手権、男子シングルスで優勝したこともある。彼は、マーティン・マリガンと呼ばれることも多い。マリガンは1961年の全豪選手権、男子ダブルスで、 ロイ・エマーソンとペアを組んだ準優勝がある。マリガンとエマーソンは決勝でロッド・レーバーロバート・マーク組に3から6、5から7、6から3、11から9、2から6のフルセットで敗れた。この年にオーストラリアローオンテニス協会が厳重な規定を設け、トップ選手たちが協会の許可なくオーストラリア国外のテニストーナメントに出場することを禁止した。 無許可で海外試合に出た選手は、協会から追放されることが定められた。その翌年、1962年にマリガンは、ウィンブルドン選手権で、ノーシードから決勝に勝ち上がった。この大会では、ベスト4は、マリガン、ロッドレーバー、ニール・フレーザー、ジョン・フレーザーで、すべて、オーストラリア勢であった。ウィンブルドンの男子シングルス4強に、アメリカ勢が一人もいなかったのは、 1922年以来40年ぶりだったという。マリガンは準決勝で、ジョン・フレイザーに6から3、6から2、6から2で解消したが、決勝の舞台ではレイバーに2から6、2から6、1から6で完敗した。1962年はレイバーが1回目の年間グランドスラムを達成した年であり、マリガンは異業の引き立て役の一人に回った。マーティン・マリガンは、 オーストラリアローオンテニス協会の追放規定に反対し、1964年にオーストラリアを離れてイタリアに移り住んだ。その後はローマに在住し、ヨーロッパ各地の試合で活躍した。1968年、マリガンは男子テニス国別対抗戦、デビスカップのイタリア代表選手として出場し、チーム内で9勝2敗の成績を出した。イタリアチームは、 ヨーロッパゾーンの決勝まで進んだが、対スペイン戦の最終第5試合で、マリガンがマニュエルオランテストの試合を途中棄権してしまった。この年から ATP ツアーが発足し、マリガンは2つのプロツアー大会で優勝している。それから2年後、マリガンは全日本テニス選手権で来日し、決勝で区期順を6から2、6から3、7から5で破って優勝した。 日本テニス協会による全日本テニス選手権の優勝記録表においてマリガンの国籍がイタリアと記載されているのは前日の事情による。最盛期のオーストラリアを離れたマリガンは1975年5月に現役を引退した。ありがとうございます。